できんのかな、こんなんしてレコーディング撮ったことないんだけど、あーあーあーって言ってたのと、おーって言うのと、あー今日ほらどうしよう、わわ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 。レコーディングがたくさんある日々っていうのが、やっぱアルバム作ってるっていう感じがしてすごく楽しかったし、結成した当時の私たちだったら歌えなかった楽曲っていうのが今回はたくさん詰まってるので、その成長とかも見てほしいなって思います。アーリンカーリン、すげえいい感じですね。お家でも、まあ、もちろん現場でもどっちも楽しめるような作品になったらいいなと思います。嬉しい時も楽しい時もラララな切り取ってみせるよ。ありがとうございます。いただきました。こんな祝典見たことないぞっていう、なんかそんなものが、あ、でもこれもありだよなっていう新しいものができてるかなって思います。